今日は8月19日バイクの日です。まあバイクの日だからね、みんなツーリング行きたいなっていう気持ちになるんだろうけど、あのお盆休みを明けた平日ですからね、普通の人は多分休めないと思うんですよ。僕みたいにね、あのチンピラな仕事してる人はこういう日も休みだったりするわけですが、ただ今ね、緊急事態宣言出てるから大手を振って遠出ってできないと思うんですよ。県をまたいでの移動っていうのはちょっと遠慮しておこうかなっていう人が多いと思うんですね。ただね、長雨が続いてこの晴天なもんですから、出かけないのもちょっともったいないなと。まあそんなわけで近所の公園にね、ランチツーリングということで、まあ近所なんで許されるかなと、まあそういうことで出かけることにしました。 DPX Pops。人間様のランチの前にバイクの方にもちょっとね、食事をさせようと思います。まあ大して入らないんですけどね。あとここに寄ったのには他に理由があります。給油を終えてどこに向かったかというと、ドトールですね。このガソリンスタンドはドトールが併設されているんですよ。最近はこうやって飲食店とかね、あとコンビニが併設されているガソリンスタンドも珍しくはないですよね。どうしてわざわざドトールに来たかというと、ここ去年からかな、全粒粉サンドの、バーガータイプのね、大豆ミートの全粒粉サンドというのを売っていて、まあ全粒粉といってもね、全粒粉が入ってるというだけで 100% 全粒粉ではないんですけど、まあそれでもね、少しは体によかろうということで、ここの全粒粉サンドを食べに来ました。計測結果はまた後日報告しますけど、今回はただ楽しむだけということです。さて、無事にね、ドトールで全粒粉サンドをゲットして、今は北総花の丘公園に向かっております。ここは大きい駐車場が用意されているので、普通に入るのであればこの表側から駐車場に停めて、で散策なりなんなりすればいいと思うんですよね。車で来た場合はね、ここに停めるのがおすすめですけど、この駐車場ね、実は有料なんですよね。だから我々バイクとしてはちょっとここに停めるのはもったいないなっていう気がするんですよ。で他にね、バイク無料で止められる場所もあるんですけど、僕はこっちから入るよりはちょっと裏側に回ろうかと思っております。宮崎亭っていう古民家カフェの近くに、まあ居酒屋みたいなのがあって、これちっちゃいから見逃しがちなんですけど、この脇道みたいなね、細い道があるんですよ。ここを通ってで目的地に向かいます。途中で多分ね、本当にこの道で合ってんのかと、疑いたくなるような細い道になるので心配になるかとは思うんですけど、大丈夫です、この道で合ってます。今ぐらいの時期に行くとね、見事なこの田園風景の中をかき分けていく感じで、思わず止めてね、記念写真なんか撮りたくなると思いますよ。今回向かっているこの花の丘公園の E ゾーンなんですけど、こちら側からアクセスすると最終的には行き止まりになるんですね。それで公園の中はバイク進入禁止になるので、でその進入禁止のね、なんとかな、縦札とあと車止めがあるので、まあそこの脇にですね、ちょっと邪魔にならないようにバイクを置かせてもらって、ここから吾妻屋までは歩いていこうと思います。で吾妻屋からはね、バイクが見えるので、ここに停めていてもいたずらをされると、まあそういう心配も少ないかなと思っております。あれが大きい方の吾妻屋ですね。吾妻屋、大きいのと小さいのとこのエリア2つあるんですけど、大きい方はね、人が結構集まったりしそうなので、小さい方の吾妻屋を目指すことにします。
平日とはいえね、夏休みなので人いるかなと思ったけど、幸いにもね、こっちの小さい方の東屋に人はいなかったです。まあそういうわけでね、この眺めのいい景色を独り占めしながら昼食という感じになります。途中でね、コンビニに寄って、でコールスローとあとサラダチキンのスモークタイプを買っておきました。これはね、やっぱりね、バーガーだけだとね、お腹いっぱいにはならないんじゃないかなと、まあそんな気がしたもんですから。このドトールの大豆ミートの全粒粉サンド、まあバーガーですね、これ思った以上にパンがふわふわでものすごく美味しいんですけど、まあこのパンがふわふわということは全粒粉は実はね、それほど入ってないんじゃないかなと思います。というわけでごちそうさまでした。この公園、平日とはいえね、夏休みのこの昼日中にこれだけ人がいないっていうのはなかなか穴場なスポットだと思うんですよね。実際散歩してる人 2,3 人に会っただけなので、普段来ても結構ね、空いてるんじゃないかなと思います。北総花の丘公園は知ってはいるけど、結構ね、来たことないっていう人多いと思うんですよ。いい機会なのでね、ぜひ皆さんも遊びに来てみてください。ただ一つ注意点があるとしたらですね、アクセスの仕方を間違えるとこういうがれ道を通る羽目になるので、そこだけは要注意です。そういうわけでね、8月19日バイクの日に北総花の丘公園までランチツーリングに行ってきましたというお話でした。ではまた。